皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月の16日、8時6分、今日も無理やり夜中から起こされて憔悴してますね。で、おはよう朝日です。松井智美が辞めますっていう内容をこちらで録画して、で、それは証拠として保有しておくと。あいつ以前も辞めますって言って、まだ朝の番組出てきてるから、多分無理やり起こすことを目的としてあいつはテレビに出てる。で、多分別の会社どっかに所属してる。多分ですよ。もうわからない。あれだけ平気で嘘つく連中集められたらもう無理やわ。何目的だったのか。多分、親族で議員が運んちゃうか。無理やわ。何もなか。で、ニュースを見ていて、皆さんね、大真面目な話なんですけども、安倍政権の時に人口統計ね、正しい本当の人口統計、これをしっかりと、公表しましょうと。いうことで、世界中で、これは国連レベルで話がまとまってね、いろんな国ではお互いの国同士で今までお亡くなりになられた方の家系をたどっていって、この人は本当はもともとどこの国に生まれたんだろうって。そうしなかったらそこの国に死亡届を届けてあげなかったらそこの国の人口減らないから。で、平均寿命だけが伸びていってた。これはおめでたいおめでたいって言ってテレビの放送をしてた。なぜか、地方交付税法があるから。銀行には年金が入りっぱなしになる。銀行の貯蓄は大きく増える。行政には税金がたくさん入る。地方交付税法で。カウントができてないから、それでも数字出すしかないから、絶対そうなる。道理で行政が変なお金の使い方をずっとしていた。これが事実。してることは横領。で、それを安倍政権の時に正そうとしたんですよ。なんで？どこの国がごちゃごちゃやってきたん？どれぐらいの立場の奴ら？その辺の警察官？いや、大真面目な話。その人、電波で頭ジャックされてません。あとテレビ局のフェイクニュースとか、テレビ出演者のこと信じてしまっていません。嘘ばっかりですよ。他の僕のホームページで話してる内容とか大真面目に聞いてくれています。どうしましょう。正直ね、新聞って家から図書館とか、新聞置いてるところね、ただで無料で見れるところが近いところの人しかなかなか今の時代購入って難しいと思うんですよ。これだけ人口がね、2003年に個人情報保護関係が出来上がって、実際に生まれてきてる人の数がこちら男性、こちらが女性としましょう。ずっとこうなってきてるんですか。一部の年だけちょっとだけ増えましたけども、どう考えても無理でしょ、経済原理的に。で、車乗ってる連中見たら老人が多い。で、エネルギーを次々消費、無駄遣いされるでしょう。で、後の世代に損つけ回ってくるでしょう。金銭的にも。エネルギーの存在の問題的にも。なんで老人なんか時間あるやろって。あれは整骨院のやつらすぐに車で集まってきようけども、それさ、車乗ったらあかんから。そんなに暇なことしてるんだったら、それでお金回し合ってたらふざけんなよ。こんな巨大な事件、ほとんどの人間終身刑になってもおかしくないよ。してることがえげつなすぎるって。この辺りの地域変じゃないって。動かしてる金額と社会全体をむちゃくちゃにしてきた判断、判例にずっと背きっぱなし、そしてそれを警察官は見逃していた。無理やって、こんな夜中。昨日の晩寝たん。睡眠薬なしやけども、4時間寝れたかどうかわからへん。多分寝れへんわ。
重たいんかな。んー、それがあっちの方じゃない。もう説明した。お前のその考えてる内容とか老人のその声、お前らが言い出したやつがそいつらや。そのあっち側って言われるやつらな。テレビ出てる連中が詐欺行為で金稼ぎをしている、税金で金、飯食ってる、税金やねん。自動車の CM とか電気自動車は補助金つけとうねん。正々堂々と CM で放送しとうやん。切り替えなあかんねんから。高すぎたら絶対買わへんやん。ちゃんと大きなまとまったお金を動かせるところでは大きな企業しか無理やん。ああ、なんかみんな6本持ってるとか、なんかそういう音声は聞かされてるんだけども、多分村木所長の声だけど、もうその人そこらへんから、僕は若い頃からそれなりの年齢の人だったから、年齢的にそうだと思う。もう60歳か65歳超えてたんじゃないですか。それはそれでね、置いてもらわなあかんし、所長だったらそれなりにね、やっぱり給料良かったでしょうし、ほとんどのところ、ボーナスなんかほとんどないですよ。高専者なんか購入したとこ見たことない。バレたの声聞かされた。どうせコンピューターね。AI。6000万人いるかどうかすら怪しい。この国。他国なんか、他国も同じような状況やから。第二次世界大戦の後に、朝鮮半島。戦争、中国でもまだ内部分裂からの戦争をずっとしてた。アフガニスタンとかベトナムとかも同じ。もう あれだけ大きな戦争が始まったら、もう周りの隣国もみんな戦争を始めるから、結局は武力かと。売春防止法出来上がったのは1956年やで。昔がどれだけめちゃくちゃだったかもう分かるやろ。今でもそうやん。死亡届、安倍政権の時にやっと世界中で死亡統計の統計出そうって。どこの国の人が本当に亡くなっていたのかって。二重国籍なんて無理だから。ブラジルへの移民政策とか、チリもそうなんだけども、朝鮮半島、台湾、中国、ロシア、いっぱいいろんなとこ、インドネシア、フィリピン、いろんなとこに日本人、第二次世界大戦の前後の頃に移民させたじゃない。食料不足で。あのね、アメリカとあれだけの総力戦して、アメリカはそう簡単に食料を送ってきてくれると思います？周りの国戦争してる、行き渡ると思います？人間を送った方が早いとか、わけのわからん考え方になったんでしょう。どうせどこの国も同じ、それしてるから意味ない。じゃあブラジルに移民した人はブラジル国籍を取得して日本国籍も残っている。帰ってくるときどうするんですかって。誰が親の介護するんですって。ほんまやって。じゃああとは本人にお任せして、無理に決まってるじゃない。あなたにだって戦争してたよ。南米とかであったらもう経済的につながってるから、民間企業は絶対ダメージ受けるの。ねえ、死亡統計なぜつけてなかったか。地方交付税法、銀行には貯金があるように見える。
去年やっと40万人以上の人口減、それだけ書類の整理が早くなってきた、調査の整理が早くなってきたっていうこと、みんなが慣れてきたっていうことです。4年前ぐらい前から、人口減が始まっています。それだけ海外から死亡届が上がってきたと。今までほったらかしにしてた分を安倍政権の時にそれもやりしましょうっていうことで、広島原爆投下の日にオバマ大統領が来てくれて、その次、それが2015年ぐらいで、パンギムン国連総長が来たのが2017年長崎。世界中の政府上層部が淡井圭介の言うことを信じるって言ってるのに、どの辺の奴らがずっと精神病院にしようとしてたの？裁判官誰？誰が判断？どうせ組んどう？もう後に、あ、もう今さら後に戻らないよ、裁判官の判断よ。精神病院行きにさせていたのが裁判官であるとするのであればね、警察官は検察庁に書類送検するときに書類かけるのは警部補以上の人だけですよ。法律でそうなってますよ。法改正されたなら別です。僕は知ってますから。何々法第何条、まだ本気でそんなこと言ってんの？この間行った警察署でもその話逃げ出した人たちいたから。この間っていうのは数ヶ月前のその3名の警察官。一応聞いた。え、法改正ありましたって。どうせないって。で、何かおかしくありません。安倍政権の時ですよ、あんなにすごい結果たくさん残したの。で、その住宅の撮影運の有野台、東有野台にしてたでしょ、僕は今年。で、それにつけ込んできたかのように、いろんな連中が集まってたでしょ。の中に見たあの警察官の持つ場がいたのは分かってるよ。もうそいつも調子乗ってるから。で、後から分かりましたけども、一番最初に来てくれたのが松野さんかもしれない。松野官房長官。で、松野官房長官を誰が辞めさそうとしてたんです？また証拠隠し。松野さんだったとするのであれば、分からないですよ。それ、顔が似てるだけかもしれないし、その時も、身分証明書の公開とかしてもらってませんから、で、一番最初に来てくれた警察官の人を眼鏡かけていた。その人はすごく誠実そうだった。後から来た警察官、正直特に、老人の警察官、嘘だったら警察が聞こえてくるわとか最後言って、ニヤッとしていた男、どういう意図で言ってたのか分からない。で、あと調子を聞いてきた警察官、どうでもええ、何にもすねえんや。今更ジャニーズになれと。は？人前であんなおかしな動きせえって。いやいや、職業選択の自由ぐらい、日本国憲法にある。労働の義務、そんなものがあるから、おかしな水でいっぱいできようにゃ。アダルトコーナー置いてるレンタルショップ、いらんよ。もともと判例であるよ。性暴力団や。けども、みんな大真面目に考えて、オリックスバファローズの試合テレビで見てた人、僕と同じ映像見てるんだったらもう見たでしょ。糸井選手、元選手ね、糸井さん。まあ、糸井と言った方がいい。彼の方が年下だから。オリックスバファローズと阪神タイガース両方のチームにいて、淡井圭介もそれに関わってるでしょ。だけども、彼は髪の毛染めるなって言ったらずっと髪の毛染めてる。で、阪神タイガースの一塁の走者が、ゴロを打った時にセカンドへ、ギリギリのタイミングでセーフという判定。私もそう見ました。だけども糸井さんだけ彼はヘルメットが動いたって言ってたんですよ。でつったらその時クジラが動いてる映像は出てない。正直その AI の世界は何でもありになってるから、解説席ではヘルメットが動いたっていうことになってますとか、見えたっていうことになってますとか言い出すんですよ。面白おかしく笑いながら言ってる時点で、それが間違えてるっていうことは分かってない。
あのね、スライディングしに行った人間にこの辺でキャッチして追いタッチで追いつくと思います？その後リクエストの映像、すぐ出てきた映像はもうすぐに AI に映像加工されてたから、ヘルメットが動いた時の映像とヘルメットが動いてない時の映像が2回あるから無理だって。こんな追いタッチで肩がそんなスピードで回るわけないやん。アホなん？自分で考えろよ、仕事ぐらい。言ったで、今は審判団にも。本当に映像加工あるから、本当にそれ気をつけてくださいよって。じゃあ、今どうなってんの？テレビで散々映画のシナリオまで作れるだとか AI に。映像加工は一瞬でも作られてるのよ。どっち信じる？どちら信じますっていうこと。で、一番、その時のジャッジで一番正しい位置にその時はセカンドの審判がいたんですよ。一番見やすいところ、もう距離2メートルぐらい、目の視力とかもやっぱりあるから、遠く離れてやっぱりわからない、そんなギリギリのタイミング。セーフってしっかりと判定してるんですよ。ちゃんと間もあった、自分がしっかり見た、確認したっていうことを頭の中にちゃんとしっかりと考えて、間違ってない、それからちゃんとセーフってはっきりと言ってる。その説は僕は間違ってないって思いましたよ。無理や。解説員、髪の毛染めとる人間だけどこれや。海洋教養やん。いつまでたっても義務教育で教えられたこと守られへんのやろ。ええから丸刈りせえよ。俺もしたから。二十歳過ぎてから。それも美容院の連中とかに勧められてやん。自分から言わへんから、髪の毛染めたいなんか。もう、下敷きの写真見たら分かるやろ、目次のところ。ホームページは YK スクにできる上の方のところ。神戸地方裁判所はすぐ近くにあったから、港川中学校は。もう歩いてそこから15分ぐらい。男性全員1年生から3年生まで丸刈りよ。高生は髪の毛染めるやつなんか出てこへんやろ。けども、丸刈りなのに、二名だけ心当たりある。これ笑ってしまうんだけども。わからん。もうどんな感覚になったら、丸刈りなのに髪の毛染めたくなるの。わからん。本当に。どんな子おかしかったらそんなになるんって。まあ、そいつが日々喋ってる言葉は、なんか吉本新喜劇はどうこうって。全然面白ないって。あんなくだらんもの見て笑ってんの。本当、男女平等の社会なんだから、女性も丸刈りしないだ。それしたら、多分髪の毛染めるのやめる。で、正しいお金の流れも見えてくる。この辺のこと。なぜ髪の毛切るところが10件もあるの？ 10 件か、もしくは10件以上。おかしいやん。どう考えても。誰がお金回したの？で、どんな話してたの？エネルギーの残存量問題を考えたら、例えばね、唐戸台という駅に、例えば理髪店をここの辺に一軒作るぐらいだったらそちらに作るとかね。いちいち電車に乗ってこなくていいじゃない。唐戸台とか唐戸町の人たち歩いて散髪に行けるじゃないですか。内科と歯医者が開業医ね、個人開業医みたいな10件ずつ以上出来上がってる。で、その中の一人は個人開業医の方ですかって聞いたら違いますって言うんですよ。まあ何なのって。そういう面がお金回してたの。どこ？やりすぎ。違法行為の方、罪を犯すのはやりすぎ。無理やから。こんなむちゃくちゃな世の中。で、この辺は、ペットの医者、4件もある。
そんな地区ないよ、こんなおかしな地区ないよ。地区って言ったらいい。まあまあ、もう田尾地域と若葉駅の周辺っていう言い方でもういいんじゃない。銀行、みんなの見えるところ、エコーリオの誤解っていう話になった。まあそれは僕はものすごく怒って言った時、まあ後で思い出した。なんで銀行が移転すんねんと思って、あれ中で隠れてるやつとかおるから悪いことしようんちゃうかって。もうみんなも見てるところに ATM 置いといたらええやんって。みんなで監視するしかない。そうじゃなかったら消費税上がりっぱなし。これも本当の話。な、人口をごまかして銀行にお金あるふりして、1920年からぞ、証券会社と銀行に嘘があるって。その頃は株を売りすぎとったんや。で、土地の価格とか上がりすぎて、で株価妥当な価値もないのに株価釣り上げて、で買わされた人は破綻。聞いてた話と違うって。こんなはずじゃなかった。テレビはフェイクニュースばかり。本当の正しい判断はみんなできてなかった。こんな人がどこが手をつけたいか分からへんよ。一応アダルトコーナーのあるレンタルビデオショップは僕だけでも人生トータル 5店舗ぐらい閉店させてるけど、あれでもどうせ僕は飯田さん方できてないでしょ。他の地区はどうかわからないですけども、これ裁判所との距離が離れれば離れるほどそういうのはほったらかしになってる。本当サンダーにも地方裁判所とかオープンさせないんですよ。本当もうそうしたら、まあ、三大駅、あと三男の市役所、あんまり大きくなくてもよかったでしょ。人口あんまりいないんだから。家1万件あるかどうかなんだから。で、自分たちの行政の人口見たら10万人以上っていうことになってる。は？なんでそんなんで勝利出んの？逆やん。国会で歴代の総理とかは淡井圭介のことを大臣クラスでいいっていうことを認めてんの。大きな会社の社長さんの集まりの会長ぐらい。あと各都道府県知事が同学者、大臣と同学の。なんでその辺の市の公務員とか区役所の公務員とかは立てつけんの。立てつけるというか分かってるようなふりするので、そいつは髪の毛染めてるやつ多くない？無理やで、公務員。そんな海洋基本法すら守られへん人間、義務教育で髪の毛染めちゃダメよって言われたのに、たったそれぐらいのこと守れん人間が何守れんの。してたことが銀行と組んで家400万円の値下げ補助金、それ C やろ、3だ C やろ、したん。銀行どちらしようと思うよ、できる。銀行の。フィナンシャルグループ。不動産屋。三井不動産。作りすぎて、それとも、早売らな、どないもこないもならんようになった。本当の情報が欲しい。小手伝いで払わなあかんよ。不動産屋。フィナンシャルグループ。もう同じ話や。そこは倒産したら、フィナンシャルグループがそこの株持ってるんだから、三井不動産の。同じ話や、全く。責任問題。だから株作らないで、普通に銀行からお金借りる社会でよかったんじゃないの？こんなに情報めちゃくちゃだったら分かるわけないじゃない、見通しなんか。今日のおはよう朝日ですね、もう。あいつら真面目になってるかなって思ったけども、全然真面目になってない。ずーっと番組中笑ってばっかり。
あの斎藤真実っていうやつも、あいつ何目的でこの辺歩いとった、何目的で荒井圭介に会いに来た、でお前誰なん本当のところ、そこの家系何人気にいた、でテレビに出とったやつもうやつでいいわ、やっぱりそういう言い方になる。あとはその人と荒井圭介がどういうふうなコミュニケーションを交わしてきたとか、どういうふうなことがあったか、もうそれだけでいい。何目的、普通する阪神淡路大震災の被災者、家屋全壊の人間よ。で、その人間がどういう目に遭ってきたかもう話したやろ。神戸市兵庫区東山町4丁目16-18東山高校生まれの、そこの建物全壊だったの。で、その間すぐに行政が建物解体してくれよかったのに、ヴィッセル神戸のウイングスタジアム神戸作ってた株式会社神戸ワイン元社長の笹山っていう男、そこからしややこしい。三郎市の北に笹山市があるでしょ。昔は笹山市はなかったから。変でしょ。その人も偽名。その男もともと神戸市の町づくり課の公務員。作ってばっかり。で、今の神戸市長の名前見て皆さんどう思います？久本喜蔵を喜ぶ作る。余計なものを作って喜んでる。ビル、マンション、海底、おらへんよ。ほとんど。空き家いっぱいあるよ。東日本大震災の頃、空き家の数は600万件台で、もう今1000万件超えよ。どうすんの？誰がこの後始末つけんの？なあ、余計な工事してる余裕なんかないよ。エネルギーの残存量問題、見た？ホームページ淡井圭介の履歴の36番。何か聞いたぐらいで分かったつもりになった。ちゃんと文章化してる文字とか読まんかったら、どうせ分からんようになる、すぐに。すぐそれ見てまた確認せなあかんよ。分からんようになるから。自分で説明できる僕みたいに。僕が説明してる時の動画見た時どう思います？何か見てました？読み上げてました？頭の中入ってんの？普段から気にかけてなかったら無理やから、無理やわこの社会な。あ、なんで警察官を捕まえにかへんの？アナウンサーとか親が議員、それともおじいさんおばあさん、なんか捕まえられへん？は？俺らの労働力何やったん？この社会本当にどっかって手つけたいかわからへんわ、本当に。ああいうアダルトコーナー置いてるような、しっかりと判例で、あるようなところ、用語を言って。そういうところは簡単に潰せるけども。月がついからでき、あれなんでなの？誰がお金回してんの？なんでそいつら捕まえへんの？議員？また議員？ん？また入院入れるって？入院させない言うとね。ちゃんと国庫に返納させろよ。入院させたら今度税金で医者がな、そいつら横領事件しとってんか、警察そこで。無理やん、こんな社会。淡井圭介の本当の話がバレそうになったらずーっと隠蔽してた。で、そいつらもう警察官も名前名乗らへんから。で、神戸地裁の人間も全員名前名乗らへんから。無理やん、こんな社会。絶対無理やで。なんか物事みんな変に受け止めてんのよ。ちゃんと名前明かした警察官、神戸地裁のところで僕が訴えに行った時、まあ、経理の方に回っていて、で、名前名乗らない人なんか、弁護士会館から来た人でね、お名前なんておっしゃるんですかって聞いたら、名乗れませんって言うんですよ。ごちゃごちゃ、おーい、待て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 、違う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 違
ちょっと名前も名乗れへん人なんかここ置いとけないよって、無理やでって、君たちみんなの税金で動いてんのやでって、分かってるって、そんなあんな生活保護者やって、でボランティアで来てる、何しに来てんのって、そういう話になる。でその時のその女性のね、赤瀬っていう警察官の人は、この人の言ってることが本当やからって、お名前明かしよって、たまにそいつ現れるの、昔からそう、もうそいつええふりしてんの。裁判所自体は変わってないじゃない、勤務者は。はっきり言っとくよ、フルネームの名札つけていてもフルネームで名前覚えてくれる人ほとんどいないよ、ほんと。で弁護士会館から来ていて、平成21年の頃、あその頃から僕ここで働いてますよっていう人いたんですけども、その人に矢野裁判官ってご存知ですかって女性の人に聞いたら、とぼけてるんじゃなくて、いやー知らないっすって。もうその人もだいぶ嘘混入されてた。神戸市はなんか半分ぐらいが琵琶湖から水を引いてるとかって、違う違う違う違いますよって、違う違う大阪大阪って、滋賀県京都府大阪、兵庫県は多分20個くらいある、大きな池合わせたらもう いくつあるか分からない。もう土地の面積見た方がいい。雨降った時にどちらの方が貯水できるか。で、人口は片や大阪の方が多い。全然違う。大阪の方、ダム一つぐらいしかない。箕面ダムぐらいしか僕知らない。一個ダム、あれ兵庫県。で、標高200メートル。何やねん、満水時でもない。琵琶湖の方、満潮時。石門の、無理やり元々の水面からかさ上げしてる部分合わせて85メートル。無理やで。50階建てのビル。電気で組み上げてるから。なあ、勉強してへんやつらばっかり大学行って勉強したふりしてるから。で、大きなビル建てた手柄は逆や。日本の価値下げてる。世の中の本当のことが分かったら大学行くなんてそんな発想は身引くから、みんなの税金使ったら申し訳ないなって。これ一般の民間の人たち、本当ちゃんとした利益なかったら、本当にボーナスとか従業手当とか扶養手当ももらってない人いるのに、こんな状況でなんか大学行ったやつ分かってんわ全然って、社会のことって。それ分かったら行かへんから。これ大学行くやつ増えれば増えるほど国はお金出さなあかんやんって、自分も交通費出さなあかんやんって。これ大学行かんかった方がみんな経済的にも良くなんちゃうかって、余計な出費が減るから。で学校の先生、税金、自分のために専門科目作ってややこしいどうでもいい内容いっぱい詰め込んできた。はっきり言うよ、六法全書はそうだから。どうでもいいような内容の法律が多すぎる。例えば法律でね、請求をかけなかったらダメだっていう法律、あれなんかおかしいと思いません？最初から請求かけてるでしょ。我が店かと我が店か先行風もそう。あとはまあ映画関係でまあ大きな売り上げ上げれたらお願いしますよっていうことは言ってた。あげたやん。それでもその数字も嘘、ありえる。だって人口全然違うんだから本当は。だから君側について確かに大ヒットしたのは、実際人がかなり映画館に足運んでるのは実際の映像を見たらそうだから、それ分かりますよ。あれだけ告知してみんなで評価が高いっていうことで、映像も本当に綺麗で、話のストーリーも最初の頃本当に変、もう愕然としたから、
って、ちょ、本気で作って言ったんや、言ったんだよ。ちょ、本当に真面目に作ってくれなかった。これ無理やでって、海外でって。途中からちゃんとした内容になっていって、最後の方、ちゃんと感動した内容になってんだよ。もう最初の出だし、あれ、むちゃくちゃやから。もう途中で消そうかなって思ったもん。全世界で何千万人見に行ったっていう話、あれ本当だと皆さん思います？あり得ると思います？ DVD とか、今有料番組とかあるから、レンタルショップの DVD とかね、それで見ようかなって思いません。交通費うんぬんとか映画館の費用とか考えたとき。ほんで、もう腹割った話を。とりあえず新海誠監督は映画館一つは閉店させてくれたんですよ。それもともと東宝か東映かどこかの持ち物、大体あと東宝シネマズかな、あとはワーナー海外。ワーナーはもともと海外でけど、なんかワーナーの一部がソニーが関わってるでしょ、ソニーエンターテインメントでしたっけ。ソニーはソニーで良かったのに、いや余計後になんか言葉つけたら余計ややこしくなるでしょ。余計昔もこれ僕言ったんですよ。それしたら余計効率悪くなるんですよ。効率が悪くなりますよって。いや、会社間で今度契約書交わさなダメになるでしょ。どうなってます？会社内だってある程度説明の内容の書類作って配布するだけ済むでしょ。どちらが仕事早いか分かるでしょ。契約書積み上がったらもうとんでもないことになりますよ。全部調べ直さなあかんってなったら。いや、だから、なんでって。一つの会社で一つの名前で、それで世界中に日本の企業の名前を覚えて、やっと覚えてもらえるんじゃなかったんですかって。どこの会社が分かってくれないような商品買います？ないでしょ。今日もああいう朝日です。もう以前と同じ映像なんかに使ってますね。戦後風部というゲームでは、まあ、自分の名前をこいちゃんって名乗ってたから、その番組に出てる2人組なんでしょうけども、いや、何回も言ってるのに法律ね。で、復唱してるのに、そしたらやっぱり覚えられん。行政訴訟法で総理が裁判を棄却できるっていうのを知らない。それなかったら僕も無理だから。大きな会社とかに対してあれこれ文句言えないから。最悪そいつら警察官とか動かしてくるから。豊田章男さんと話ついてるよ、エネルギーの残存の問題で。だけども多分目が行き届かないんだと思う。だって新しい店舗できちゃったもん。分かってないもん本当に。正直若葉と他方寺の一つの駅の区間になぜ豊田の系列の店舗が3つも必要なんですって。でしょ、もうそこからして変でしょ。トヨタっていう名前にしたのが覚えやすいでしょ。なんでトヨタゾナとか変な名前ついてんのって。ホンダでしたよね。ホンダトヨペットって何？ペット何があったんです昔。それ分かる人います？本当に何があってそんな名称をつけたのか。自分たちの会社のことだから自分たちで決める権利ぐらいありますよ。人権とかあるから。トヨペットってどういう意味なんです？もともとそのね、これ自動車メーカーで働いている人も非正規の人たち多いですよ。
いや、それは僕も非正規であったっていうことちゃんと明かしてるから、でももうそこはもう背伸びなんかしなくていいと思う。もうだって区役所の出張所がね、神戸市北区の岡場駅の前にある、北新ビルの、2階から、昔は5階ぐらいまで、公務員の人たちのエリアだけども、もうそこの4階、住民票とか、原稿先謄本とか出してるところ、そこも全人材派遣会社の人間変わってますもん。ほとんどやがなってる。もうこれは現実。で、今日なんせ、おはよう朝いいですで、斎藤豆が辞めるって言ってたんだから、辞めてくださいよ、本当に。で、それ、昔もそこまで言いましたよね、数年前に。で、辞めるって言いましたよね。なんで朝の番組もう一回してんの？無理やり起こしたかった、淡井圭介を。自分たちが何してるか分かる？それとも昔のやつ、そのまま、さも、まあ、起きてるかのように放送してたの？どちら？切れる。扱ってるニュース自体が半分以上は同じもの、どこの報道も同じ。世の中コントロールできてると思う？自分たち社会めちゃくちゃやで。なぜ君たちが捕まらないのか本当に分からない。こんなんなんか無理やわ。以上。